最愛の夫が末期がんになり、私はその悲しみを紛らわせるようにひたすら仕事に打ち込んでいた。そんなある日、弁護士を名乗る男に声をかけられる。あなたの旦那様から慰謝料500万円の請求依頼が来ておりまして、旦那さんが病気で入院中なのをいいことに浮気しているでしょう。男は得意げに浮気の証拠写真を突きつけるが、私には全く心当たりがない。あなたが男あさりばかりして病気の旦那さんを顧みない女性だということはとっくに調べがついてるんですよ。自信満々に言う男のセリフに思わず固まる。こんな男に私の何がわかるというのだろう。これまでの自分を否定されたような気がした私は、真実を伝えるため自宅に男を連れて行くことにした。途中すれ違った近所のおばさんに秘密のサインを送ることを忘れずに。私は三島彩、27歳。現在複数のウェブメディアを制作運営し生計を立てている。ここどうしようかな。自宅のリビングで様々な文字が並ぶパソコンとにらめっこしながら、ああでもないこうでもないとつぶやいていると、あや、少し休憩しようか。キッチンから出てきた夫の正隆が湯気の立つ温かいコーヒーを渡してくれる。ありがとう。それを受け取りながら、私の隣に座った相棒に微笑みかける。正隆は夫という名の相棒でもあり、仕事上の相棒でもあるのだ。もともと文章を書くことが好きだった私は、大学時代にウェブライターとして活動を開始。しかし右も左もわからない状態で始めたことで数ヶ月ちょっとで行き詰まり、そんな時友人から彩の他にウェブライティングをやっている人知ってるよと言われ、ある男性を紹介してもらった。それが後に私の夫となる人物、正隆である。正隆は私と同じく文章を書くことが好きで、ライター歴は私よりも長かった。そのためライティングスキルから仕事の受注方法までいろいろなことを教えてもらった。はじめはただ良き仕事仲間として一緒に仕事をしていたのだが、共に過ごす時間が長くなるにつれ、次第に関係は甘いものに変わっていき、気がつけばお互いなくてはならない存在になっていて、良き仕事仲間から大切な恋人に。その後大学卒業と同時にウェブライターとして企業独立した私たちは、共にウェブメディアを制作し運営を開始。仕事が順調に進む中で、私たちの関係も大切な恋人から唯一無二の家族に変化した。現在夫婦になった私たちは、基本的には家で仕事をすることが多く、仕事もプライベートも常に一緒。それを友達に言うと、そんなに一緒にいて嫌にならないの？と驚かれるが、もともと波長が合うのか何なのか、むしろ居心地よく感じるのだ。きっといつも穏やかで優しい正隆の性格のおかげでもある。そんな最愛の夫との生活が、この先もずっと続くと信じて疑わなかった。ある日友達に勧められ、私たち夫婦はがん検診を受けることに。普段から二人とも健康で病気とは無縁だよねと笑い合うほどには何も心配していなかった。が友達の親戚ががんになったこともあり、この機会にと受診した。その結果、私は特に何もなかったものの、正隆は要精密検査となってしまったのだ。この時点ですでに胸騒ぎはしていた。正隆は大丈夫だよ、何もないってと笑っていたが、私は気が気ではなかった。そして精密検査の結果が出た。正隆はがんだった。さらに医者からは、発見が遅れて末期の段階にあると告げられ、それを聞いた私はその場に崩れ落ちた。正隆が癌？しかも末期？これまで年に一度の健康診断では
特に大きな異常はなかったはず。たまに風邪のような症状でダウンすることはあったが、正隆は仕事も家でできるからと特に病院に行くこともなかった。あの時何か気づいていれば、無理やりにでも病院に連れて行っていれば、後悔ばかりが頭に浮かんできて、けれどすぐに彼がいなくなるという大きな恐怖が襲ってきて何も考えられなくなる。正隆はすぐに入院することになり、私は仕事の合間に毎日お見舞いに通った。正隆は私がお見舞いに行くといつも穏やかな笑顔を見せてくれた。そして私たちが二人三脚で頑張ってきた仕事の進捗具合を嬉しそうに聞くのだ。その顔を見ていると、この仕事は何が何でも守らなくてはという思いが膨らみ、溢れる涙を拭いながらも仕事に励んだ。しかし少しでも気が緩むと正隆がいなくなるという不安に飲み込まれそうになる。そこでウェブメディアの仕事以外にも近所のスーパーでレジ打ちの仕事を始め、暴殺されることで悲しみを紛らわせようとしていた。そんな日々が続き、少し経った頃、いつものように正隆のお見舞いに行き、その後スーパーでの仕事を終えた私は帰路についていた。帰ったらウェブの仕事をして、あと家の掃除もしなきゃ。これからの段取りを考えながら足を動かしていると、急に目の前の景色がぐにゃりと歪み、慌ててその場に座り込む。あれ、なんだろう、気持ち悪い。視界がぐるぐると回り、冷や汗が止まらなくなる。自分ではどうしようもなくなり、そのまま座り込んでいると、え？という驚いた声が聞こえ、バタバタと誰かが近づいてくる気配を感じる。そのままうつむく私の肩にそっと手が添えられ、どうしたの？大丈夫？と優しい声が降ってきた。顔を上げると、目の前には心配そうにこちらを見つめる知らない中年女性の姿。ちょっと具合が悪くて、でも大丈夫ですとつぶやき、まだ回る視界の中、なんとか立ち上がろうとする。しかしそんな私の体を支えた女性は、こちらにいらっしゃいと半ば私の体を引きずるようにしてどこかに連れていく。女性に連れられ着いた先は、見慣れた住宅街に立つある一軒家だった。ここは、ぼーっと家を見つめる私に、その女性は、ここは私の家よ、ひとまずここで休みなさいと言い、そのまま私の手を取ると家の中へ促す。初対面にもかかわらず、女性の温かい手に不思議と安心感を抱いた私は、その手に惹かれるまま足を動かした。リビングでお水をいただき、促されるままソファーに横になる。目を閉じて一息ついている間にも、彼女は冷たい水に浸したタオルを絞り、おでこに当ててくれたり、ブランケットをかけてくれたりした。それから少し経った頃、気がつけばぐらぐらと揺れていた視界も安定し、冷や汗も引いていた。ソファーに横たえていた体をゆっくりと起こし、もう動いて大丈夫なの？と心配そうにこちらを伺う女性に向き直る。はい、おかげさまでかなり落ち着きました。本当にありがとうございます。私はお礼を言い、それから、そういえば名前も名乗らずすみませんと今更ながら自己紹介をする。すると女性は安心したように笑い、それから同じように自己紹介をしてくれた。彼女は富江さんというらしく、この家で夫と二人暮らしだという。それに対して、私も夫がいてと口を開きかけるが、すぐにベッドに横たわる正隆の姿が浮かび、言葉が続かなくなる。そんな私の様子に何かを察したのか、富江さんは、ねえ、話しづらかったらいいのだけど、と前置きして、道端で座り込んでいた理由を聞いてきた。実は、私の夫が病気になってしまって。
私は今まで友達にさえあまり話さなかった夫の病気のことや悲しみを紛らわすために仕事を増やし無理をしてしまっていたことなどをポツポツと話した。途中何度も言葉に詰まり、しまいには涙ながらに話す私を富江さんはぎゅっと抱きしめて、辛いわよねと一緒に涙を流してくれた。その後いろいろな話をしていくうちに、富江さんの家は私の家のすぐ近くだということを知った。さらに私たち夫婦の家は近所でも有名で、住宅街の中でも大きな一軒家のことから資産家夫婦の家と言われているらしいのだ。それに笑いながらも、ふと正隆と一緒に近所を歩いていた頃はよく気さくに話しかけてもらっていたなと思い出す。正隆が入院してからはなぜか少しだけよそよそしくなってしまった気がする。それをぽつりとつぶやくと、富江さんは、みんなあなたたちが別れちゃったと勘違いしてどう声をかけたらいいか迷ってたみたいよと教えてくれた。こうして富江さんと知り合ったことをきっかけに、私の毎日は少しずつ変化していった。それまであまり交流がなかった近所の人と富江さんを通して仲良くなり、定期的に家に集まりお茶をするように。そして日に日に弱っていく正隆を見ることに耐えられず、時折涙を流す私の手を富江さんはいつも温かい手で包み込んで励ましてくれた。そんなある日、正隆の一時帰宅の許可がおり、久しぶりに正隆が家に帰ってくることになった。一時帰宅、これは正隆と一緒に過ごせる最後の時間を意味する。私はこの時間を笑顔で過ごそうと決めた。家に帰ってきた正隆にしたいことはないかと聞くと、第一声に富江さんにお会いしてみたいと帰ってきた。正隆が入院している時、毎日のようにお見舞いに行っていた私は、そこで富江さんや近所の人たちにお世話になっていることを話していたのだ。正隆の要望を叶えるため、事前に夫と会いに行きますねと伝え、富江さんの家に向かう。その道すがら、ふと正隆の方を見ると、前だけを見つめるその横顔に何か決意のようなものがにじんでいる気がした。富江さんの家に着くと、彼女はいつもの温かい笑顔で私たちを迎え入れてくれた。そして正隆の手を取ると、あなたは本当に愛されてるわと私の方をちらりと見ながら微笑む。それに照れくさくなりながらも正隆に、だってさと言うと、泣き笑いのような表情の彼と目が合った。会話の途中でお手洗いを借り、リビングに戻ろうとドアに手をかけた時、ふとドアの向こうから正隆の真剣な声が聞こえてきた。とっさにドアから手を離し、耳を澄ますと、どうやら私の話をしているらしい。僕がいなくなった後も、あやのことよろしくお願いします。と、その言葉を聞いた瞬間、鼻がツンと痛み、涙が頬を滑り落ちたのが分かった。そうか、正隆はこれを伝えに来たのか。富江さんの、もちろんよ、という優しい響きを持った返事を聞きながら、私はいつまでも涙を流し続けた。それからほどなくして私の夫正隆が息を引き取った。覚悟はしていたが、正隆を失った喪失感は想像以上に大きく、悲しみに打ちひしがれる私を富江さんをはじめ近所のみんなが励まし続けてくれた。しばらく空白の時間ができたが、正隆と築き上げてきた仕事を守りたい気持ちが湧き、私は再び仕事を開始。さらにスーパーのレジ打ちも並行して続け、前を向かなくちゃと必死に仕事に打ち込んだ。そんな生活が続き、2年ほど経過した頃、スーパーでの仕事を終え疲れた体を伸ばしながら歩いていると、あの、すみませんと突然声をかけられた。驚いて後ろを向くと、メガネをかけた真面目そうな男性が立っている。道に迷ったのかな。特に深く考えず、どうしましたか
と聞くと、咳払いをした男性は静かに微笑み口を開いた。ああ、突然すみません。私は弁護士のものでして、三島彩さんですよね。今、お話よろしいですか？弁護士？一体私に何の用があるのだろう。心当たりがなさすぎるが、一応話を聞こうと、はい、と返事をする。実はですね、あなたの旦那様の正隆さんから、あなたに慰謝料500万円の請求依頼が来ておりまして。弁護士を名乗る男の口から、正隆の名前が出たことに驚く。さらに、慰謝料というワードに思わず持っていたバッグを落としそうになった。え？いや、何かの間違いでは。奥さん、こちらは証拠が揃っている状態でしてね。旦那さんが病気で入院中なのをいいことに、あなた浮気しているでしょう。得意げな表情でペラペラと喋り始めた男は、おもむろにスマホを取り出し、一枚の写真を見せてきた。これは。写真には男女が腕を組み、仲良さげに歩く後ろ姿が写っている。確かに女性の後ろ姿はなんとなく私に似ている気もするが、もちろん人違いである。これ、私じゃありませんし、この男性も知りません。そもそも、夫は2年前に亡くなっています。きっぱりと事実だけ告げ、それじゃ、と、きびすを返そうとすると、男は途端に声を大きくして引き止めてきた。死んだなんて、そんな嘘をついたって無駄ですよ。あなたが男あさりばかりして、病気の旦那さんを顧みない女性だということは、とっくに調べがついているんですから。自信満々に言う男のセリフに思わず固まる。そして、入院中の正隆のお見舞いに毎日通っていたことや、休む間もなく仕事ばかりしていた日々を思い出す。こんな男に、私の何がわかるというのだろう。そもそも、本当に弁護士だというのなら、名刺の一つでも渡すのが常識ではないだろうか。それに、直接会いに来るのではなく、書類や電話などで事前に知らせることもできるはずだ。仕事で疲れた頭を軽く振り、目の前の男をじっと見る。何を言っても引き下がらないつもりだろう。このまま言い合っても拉致が開かないと判断した私は、もう見てもらった方が早いと、こちらへどうぞ、と、自宅に男を招くことにした。後から考えるとかなり大胆なことをしたと思うが、これまでの自分を否定されたような気がして、半ばやけになっていたのかもしれない。男を連れ自宅まで歩いていると、途中で買い物袋を持った富江さんとすれ違った。富江さんは少し驚いた表情でこちらを見ていたが、私が右手をすっと上げると、はっとした表情でそれを確認し、同じように右手を上げて挨拶を返してくれた。自宅の玄関扉を開け、男を中に促す。きっと私をうまく丸め込めたと思っているんだろう男は、意気揚々と、では中で手続きのお話を、などと喋っているが、それを無視して歩みを進める。そしてある部屋の前にたどり着くと、そのまま中に入った。どうぞ。そこは仏間だった。部屋には仏壇があり、そこに飾られた写真の中で、元気だった頃の正隆が穏やかに微笑んでいる。はあ？本当に死んでる？夫はもうこの世にいません。なので、慰謝料を請求すること自体不可能です。心の中で、もし生きていても、そんなことには絶対ならないけど、と付け足す。ちらりと弁護士を名乗る男を見ると、真っ青な顔で、そんな嘘だ、聞いてた話と違うじゃないか、とブツブツつぶやいている。そしておもむろにスマホを取り出して何かを確認している様子。その背後からそっとスマホ画面を覗いてみると、そこには闘病前の元気な正隆の姿が映っていた。それ、どういうことですか？愛しい人の写真をこの男が持っていることに違和感を覚え、思わず低い声が出る。
そんな私の様子に男は慌てて言い訳をするようにペラペラと話し始めた。男の話によると、資産家夫婦として近所でも有名だった私たちの情報を、情報屋を名乗る男から買い、お金を騙し取ろうと企てたようだ。その情報というのは、資産家夫婦の夫は病気で入院中、妻は精神的に終わっているというもの。さらに情報屋は妻が浮気をしているという嘘を男に吹き込み、偽の証拠写真も一緒につけるからと支払い金額を上乗せしてきたという。まさか夫が死んでるなんて、あいつ俺を騙しやがって。詐欺を働こうとした男が他の誰かに騙されていたというおかしな状況に呆れてため息が出る。すると、それまでブツブツ独り言を言っていた男がすっと立ち上がり、バレたらもうしょうがないと言いながら、不気味な笑みでこちらを見つめてきた。嫌な予感がして、背中にツーッと冷や汗が流れる。そして男が一歩私の方に足を踏み出した時、ドタドタと玄関の方から足音が聞こえてきて、数秒後に警察だと数名の警察官が仏間に乗り込んできた。その姿を視界に捉えた瞬間、今まで無意識のうちに張っていた緊張の糸が切れ、その場にへたり込む。よかった、間に合った。取り押さえられる男の姿を眺めながら、数十分前に道で富江さんとすれ違った時のことを思い返す。実はあの時、富江さんに向けてあげた右手はただの挨拶ではなかったのだ。夫を亡くし落ち込む私に、言葉にしなくても助けてって伝えられるのよと、富江さんは SOS のハンドサインを教えてくれた。それを一か八かで今回実際に使い、私の SOS を読み取ってくれた富江さんがおそらく警察に通報してくれたのだ。仏壇に飾られた正隆の写真を見つめ、心の中で危ないことしてごめんと謝る。写真の中の正隆はしょうがないなぁと笑っているような気がした。警察に連行された男はその後の取り調べで、今までにも多くの詐欺を働いてきたことが分かり、そこそこ長い期間刑務所生活になるようだ。また例の情報屋も捕まったと耳にした。後日お礼の品を持って富江さんの元を訪れた私は、不審な男を家に入れちゃダメと富江さんに怒られた。道端で私の SOS に気づいた富江さんは、間に入ろうと考えたが、警察に任せた方がいいと判断してぐっと我慢してくれたようだ。そして、あなたのことは正隆さんから頼まれているのだから、これからは危険なことはしないでちょうだいと優しくポンと頭を叩かれる。その言葉に思わず涙がにじんだ。それからというもの、私は富江さんや近所の人たちに助けられながら幸せな毎日を送っている。今日も仏間に飾られた正隆の写真に手を合わせ、あなたがいなくなった世界でも私を助けてくれる人はたくさんいるよ、安心してねと心の中でつぶやく。そっと目を開けると、見守ってくれているような穏やかな笑顔がある。それに微笑み返し、よし、今日も仕事しますかと気合を入れて勢いよく立ち上がった。義兄はめんどくさそうにタバコを口にくわえ、煙をくゆらせる。ちらりと家の方を見ると、苛立ちを隠そうともせずに、肺に溜め込んだ煙を私に向かって吐き出した。親父の遺産でもあるかと思って同居したのに、遺産どころか貯金もないなんて思いもしなかったぜ。この古臭い家と一文なしのババアだけなんて、同居して損したよ。そんな、ケタケタと笑う義兄はそのまま車を発進させた。そうして置き去りにされた義母を引き取った数日後、
寝たきりだったはずの彼女が小さくため息をついて立ち上がった。あの子たちも少しは痛い目に遭わないといけないね。私の名前は矢井田咲希。在宅ワークをしながら旦那と共に生活しているごく普通の主婦だ。ある日、たまたま義実家に向かっていた私は病気で倒れていた義父を見つけた。お父さん。急いで救急車を呼んだものの、義父は数ヶ月の入院生活を余儀なくされ、闘病生活の末に家族に見送られて穏やかな最後を迎えた。今日は義父の葬式だ。火葬も終わり、一段落したところで話題は義母の話になった。さき、母さんはうちで同居でいいんだよな。そうね、もともとよく義実家には行っていたし、少し家が狭くなってしまうけれど、お母さんがそれでいいなら。義母は数年前から寝たきりの生活になってしまっており、義父がその介護をしていた。その義父がいなくなってしまった今、義母の介護は私たち夫婦しかいないと私も旦那も当たり前のように思っていた。決して余裕のある暮らしとはいかないけれど、貯金もあるし、よくしてもらった義母に恩返しができるいい機会だ。俺たちが母さんと実家で同居するよ。しかし、親族同士での話し合いの際に義母との同居を言い出したのは義兄の勝義さんだった。義兄夫婦とは2年前の正月以来顔を合わせていない。それは義母に対しても同じで、今まで顔を見せることもなかった義兄夫婦がなぜ急に同居なんて言い出したのか、私は少し不思議だった。母さんも住み慣れた実家に居続けた方がいいと思うんだ。でも兄さん、母さんの介護なんてできるのか？姉さんだって慣れていないだろうし。確かに最初は慣れないかもしれないが、やっぱり母さんが居心地いいようにしてやりたいしさ。それに、お前たち金があるわけじゃないんだろ？大丈夫。母さんからも了承は取ってるさ。私も旦那も急に同居を言い出した義兄夫婦に違和感を感じたが、義母が了承しているということで、それ以上食い下がるわけにもいかなかった。兄さんたちは何が目的なんだろうな。帰りの車の中で旦那が心配そうにつぶやいた。数を数えるほどしか会っていない私でも、義兄夫婦の行動に感じた違和感を実の兄弟である旦那が感じないわけがなかった。わからないけど、私も時間を見つけて時々お母さんのところに行ってみるね。頼むよ。なんかあったらすぐに教えてくれ。その約束通り、私は時間を見つけては義実家へ足を運び、余裕があるときは義兄夫婦の代わりに義母の介護を行っていた。しかし、義兄夫婦が義実家に住み始めてから数ヶ月後、義兄夫婦の義母への態度が一変する。私はその頃仕事が立て込んでしまい、しばらく義実家へ訪問できなかったのだ。ようやく仕事が落ち着き、義実家へ介護の手伝いに行く日になった。近距離の義実家へ向かい、インターホンを鳴らすと、不機嫌そうな義兄嫁さんがドアを開けた。あ、お久しぶりです。しばらく来れなくてごめんなさいね。今日は私がお母さんの様子を見てますから。あ、そう。じゃあよろしくね。嫌そうな顔をされながらも中に通され、義母がいる部屋に向かった。さきさん、よく来てくれたね。お母さん、お久しぶりです。久しぶりに会った義母のその様子を見て、私は言葉を失った。ほつれたサマーセーターに、シミがついたワイシャツ。見るからに汚れた服を着ている。それに、以前会った時より、痩せているように見える。こけた方を見ると、まるで健康的には見えなかった。サキさん、どうしたんだい？
義母の心配そうな声にはっと我に返った私は急いで義兄夫婦を追いかけた。車に乗り込んだ二人を見つけ、義兄が座る運転席の窓を叩いた。窓が開き、心底鬱陶しそうな義兄の顔が私を睨め上げた。お兄さん、お母さんの介護はちゃんとしてくれていますか？動けないからって雑に扱っていないですか？はあ？なんで俺らがそんなことしなきゃいけないんだよ。心底不思議そうな義兄に苛立ちを覚えながら必死に冷静さを保つ。なんでって、同居したらお母さんの介護をするのは当たり前じゃないですか。はあ、だからなんで金もないのに動けないババアの面倒を見なきゃいけないんだって。なんですって？義兄はめんどくさそうにタバコを口にくわえ煙をくゆらせる。ちらりと家の方を見ると、苛立ちを隠そうともせずに肺に溜め込んだ煙を私に向かって吐き出した。親父の遺産でもあるかと思って実家に同居したのに、遺産どころか貯金もないなんて思いもしなかったぜ。この古臭い家と一文無しのババアだけなんて同居して損したぜ。そんな。あ、ババアならサキさんが面倒見てやってくださいよ。親父が生きてた頃から手伝ってたんだから、母さんだって気持ちも楽なんじゃないですか。金は一切出さないですけどね。ケタケタと笑う義兄はそのまま車を発進させた。車が見えなくなるまでぼーっとした私は、怒りで頭が真っ赤に染まるとはこんな感覚なのかと理解した。私は仕事中であることを知りつつも、勢いのままに旦那に電話をかけた。どうした？なんかあったのか？実は勝義さんが。義母の現状、そして義兄の言葉を聞いた旦那は電話越しでもわかるほど激怒していた。私も我慢ができず、義母をそのまま我が家に連れてきたいことを告げる。わかった。俺もこの後仕事を切り上げていくよ。サキは大変かもしれないけど、母さんを家に連れてきてもらえるかな。わかったわ。電話を切り、大急ぎで義母の荷物をまとめ、義母を連れて我が家に向かった。その後、仕事から帰ってきた旦那に、義兄に電話をしてもらったが、やはり義兄の意見は変わらず、私と旦那と義母の三人暮らしが始まった。我が家は決して裕福とは言えない。今までも節約はしていたのだが、義母が来たことにより、生活費を切り詰め、貯金を切り崩しながら生活をするしかなかった。サキ、すまない。母さんのために介護も任せっきりで、それに貯金を使ってしまって。いいのよ。お母さんにはお世話になったもの。旦那の謝罪に気にしないでと首を振る。実は私には夢がある。自分で作るハンドメイドの小物を商品にした雑貨屋さんを開くという夢で、現在少しずつ切り崩している貯金もその資金としてコツコツと貯めていたものだった。いつか商品として売り出す予定の小物作りも、義母の介護に追われてしばらく手をつけていない。でもそれでも構わなかった。義母には結婚当初から本当にお世話になったのだ。少しくらい自分の夢が遠ざかってしまったからって、義兄夫婦のような環境に義母を置いておくなんて考えられない。上司に相談して、もう少し時間に余裕のある部署に移動させてもらえるか聞いてみるよ。ありがとう。でも無理はしないでね。もし旦那の要望が通って介護を協力し合えるとしたら、また作品作りを再開させよう。旦那との会話でふとそう思った。サキさん、ちょっといいかしら。これを受け取ってほしいの。旦那とそんな会話をした数日後、私は義母に呼ばれ、家事の手を止めて部屋へ入った。
義母の手には何やら分厚い封筒が握られている。何ですかそれ。言われるままに封筒を受け取り中身を覗くと、一万円札が束になって入っていた。こんな大金どうしたんですか？受け取れません。いいのよ、今まで迷惑かけちゃったし、これは私の分の生活費だから、何も言わずに受け取ってちょうだい。それにこれからは私の生活費もちゃんと払うわね。そんな、でもその前にこのお金はどうしたんですか？義母曰く、昔宝くじを当てたことがあり、使い道もないから勉強も兼ねて投資をしたところ、今では一定額が配当でもらえることになっていたらしい。勝吉にも最初のうちは少しだけ渡していたんだけどね、あの子たちは渡した分だけすぐに使ってしまってから、貯金がもうないってことにしたんだよ。サキさんたちにも最初は同じようにしようと思っていたんだけどね、この間貯金を崩しているって二人で話しているのを聞いてしまってね。義母には自分の夢を話していたため、貯金を崩すことは私の夢が遠ざかってしまうということが伝わっていたのだろう。サキさんには助けてもらったからどうしても受け取ってほしいんだけど。その後、押し問答の末に仕事から帰ってきた旦那に相談し、生活費ではなく今後のために貯金しておこうということになり、義母もそれで納得してくれた。しかしその翌月に渡された生活費は50万円という金額で、そんなにいただけませんと同じような悶着があったのだった。それから数ヶ月、義母の話をどこから聞きつけたのか、突如義兄夫婦がやってきた。玄関を開けるとニヤニヤとした笑顔を浮かべた義兄が立っていた。急に何の用ですか？母さんのこと聞いたよ。やっぱり実家に来てもらう方がいいと思って連れに来たよ。そんな、急に。ふざけるな。前に言ったこと忘れてないぞ。それに母さんの状態を見て連れて行けるわけないだろう。後ろから休みだった旦那が身を乗り出す。関係ないね。俺は長男だぞ。母さんだってこんな狭い家に住むより実家の方がいいと思うぜ。とにかく今日は帰ってくれ。これ以上ここに残るようなら警察を呼ぶぞ。警察という言葉にさすがに気が引けたのか、義兄はニヤニヤした笑顔を少し歪め、小さく舌打ちをした。母さんは近いうち必ず連れて帰るからな。わかった、近いうちに話し合おう。旦那がそう言うと、義兄は満足げに帰るぞと振り返る。後ろから義兄嫁が旦那の後ろにいる私をぎっと睨んだ。車で帰っていく義兄夫婦を見て、ようやく旦那がため息をついた。あなた、ありがとう。いや、それよりすぐに対策を立てないといけないな。私はうなずき、家の中に入り、義母にも事情を話した。私たちはこのままいていただいても全く構わないんですが、あくまでお母さんのしたいようにしてもらって構いません。さきの言う通りだ。母さんの好きにしていい。ありがとう。義母は私たちに頭を下げた後、あの子たちも少しは痛い目に遭わないといけないね、と小さくため息をついた。それから私たちは旦那の会社の顧問弁護士を経由して相続問題に強い弁護士を紹介してもらった。弁護士の方に話を聞いてもらい、準備が整ったところで義兄夫婦に連絡を取り、日時を決定。そして当日、義兄夫婦が来る時間に合わせて弁護士の人にも来てもらった。義兄夫婦は予定時刻より30分ほど遅れて到着した。
ずいぶん遅かったですね。そっちが勝手に指定した日時だろう。母さんを迎えにわざわざ来てやったんだから。相変わらずニヤニヤとした笑顔を浮かべる義兄に内心腹を立てながら、それ以上は特に会話もせずにリビングへと通す。リビングには旦那と義母、それから私たち夫婦が依頼した弁護士も座っていた。はあ？どなたでしょうか。はじめまして、私こういうものです。弁護士から名刺を受け取った義兄は苦虫を噛みつぶしたような表情を隠しもせずに、ああどうもと軽い会釈をしてリビングの椅子に腰掛けた。それではお母様の財産についての話し合いについてですが。話し合いは主に弁護士が進めてくれた。現在義兄夫婦が住んでいる義実家は元は義父のものであり、相続先は義母であること。また義母の財産については当たり前であるが、義母のものであるため義母の一存でしか決められないということ。そんなこと分かっているさ。だから俺たちは今日母さんを連れて帰るために来たんだからな。お兄様夫婦の元へ戻るかどうかはお母様が決めることです。ここはお母様の気持ちを聞くのが一番いいのでは。それは私は勝吉のところへは戻らないよ。サキさんたちに渡しているお金が目的なんだろうが、こんなことを言われるところに戻りたいと思わないね。そう言って義母が取り出したものはボイスレコーダーだった。音声が再生されると義兄の悔しげな声がリビングに響く。くそ、遺産どころか貯金すら残ってないなんて。母さん、俺たちは動けないババアはいらないんだよ。こうした録音が残っている以上、あなた方の希望通りにはなりそうにありません。また、現在あなた方がお住まいになっている実家の方ですが、あちらもお母様の財産になります。近いうちに引っ越していただく必要があります。今までは血のつながった実の息子だったから、家賃の支払いもしていたし、あの家に住むことも許していたけれど、お前たちもいい大人だ。少しは自分たちがしたことを反省しなさい。そもそも、なんでそんな金があることを隠してたんだよ。金があるって分かっていたら、俺たちだってちゃんと介護してたさ。最初はちゃんと生活費と言って渡していたじゃないか。それをお前たちは湯水のように使ってしまうもんだから、お前たちに渡すのをやめただけさ。俺は長男なんだぞ。なんで俺じゃなく、次男のそいつが。長男とか次男とか関係ないだろう。うちに来た日の母さんの状態ひどかったんだぞ。もう帰ってくれ。実家からも早めに引っ越してくれ。旦那や義母だけでなく弁護士からも言われてしまっては、義兄も何も言えないのだろう。悔しそうな顔をしながら苛立たしげに乱暴にドアを閉め帰っていった。その後義兄夫婦はなかなか義実家から出ていかなかったようだ。私たちは再度弁護士に相談し、義兄夫婦は強制的に義実家を追い出された。何度か私たちの家への突撃もあったものの、警察へ相談していたこともあり、すぐに連行され、後日弁護士づてに接近禁止令を出してもらったところ、ようやく落ち着いた。義実家の家賃は今まで義母が支払っており、自分たちで支払う必要がなかったため、自分の稼ぎは全て遊びにつぎ込んでいた義兄。その上借金もしていたらしく、現在は家賃格安のボロボロなアパートで生活をしており、借金返済のために毎日休みなく働いているらしい。風の噂では毎日のように喧嘩をしているようで、離婚も近いと聞いたのだが、今となってはどうでもいい話だ。義母は誰もいなくなった義実家を売りに出し、生活費の足しにしてくれと私たちに渡してくれた。
旦那も時間のある部署への移動願いが通り、今まで以上に義母の介護に協力してくれている。その間に私はハンドメイドの小物作りを再開し、それを販売することで生活費の足しにしていた。私たちは毎月義母からもらった生活費を全て貯金に回しており、かなり貯金が貯まったタイミングで夢であった雑貨屋を開くことができた。義母もリハビリを兼ねて小物作りを手伝ってくれることもある。慣れてきた今では私も教わることもあり、今まで以上に良好な関係を築けている。もちろん簡単なことばかりではなく、大変で忙しい毎日ではあるが、とても充実した日々を送っている。彼に渡すプレゼント一緒に選んでほしくて。もちろんいいわよ。お店の常連さんに言われて私は笑顔で答えた。だがしかし、彼女に見せられた写真を前に私は自分の目を疑った。その写真にはなんと私の夫が写っていたのだ。こうしてひょんなことから夫の浮気が発覚し、私と彼女は手を組むことになったのである。それから私たちは協力して夫に制裁を加える計画を練った。そしてその運命の日。ちょっと待ってくれ。二人とも謝るから考え直してくれ。私たちにはめられた夫は顔面蒼白になって泣き崩れるのだった。私は陽子、雑貨屋で働く29歳の既婚者だ。夫である会社員の和也と結婚してもう3年ほどになるだろうか。新婚の頃のようにラブラブとはいかないが、それなりに仲が良く充実した共働き生活を送っている。ただ私たちの間にはまだ子供がおらず、私はちょっとだけ焦りを感じていた。それゆえ私はできるだけ夫との時間を作ろうと頑張っていたのだが。もしもし和也、どうしたの？ごめん陽子、今日も遅くなりそうだから夕飯はいらないから。え、また今日は早く帰れるって言ってたのに。本当にごめん、どうしても今日中にやらないといけない案件ができちゃってさ。ご覧の通り夫との時間は減っていくばかりだった。カズヤの帰りはいつも遅く、深夜をまたぐこともしょっちゅうだ。一緒にご飯を食べる時間もままならない。メールや電話でのやり取りが増え、直接言葉を交わすことは日に日に減っていた。というのも夫は1年ほど前に念願の消費人を果たし、とてもせわしない身となっていたのだ。カズヤはもともと仕事への情熱が人一倍強い人間だったが、昇進してからはさらに火がついているらしい。そして責任が増えた分仕事の量も増え、休日の呼び出しも今では当たり前になっている。私はそんな夫を眺めながら寂しく、また日々を退屈に感じていた。とはいえ夫の昇進はとても喜ばしいことだ。妻として応援してあげたい気持ちもある。それに将来生まれてくる子供のためにももっとガンガン稼がないとな。和也もそう言ってくれていた。夫は夫でちゃんと将来のことを考えてくれているのだ。私はそんな夫の言葉に励まされ、しょうがないかとやる気を取り戻すのだった。さらに言えば来月には夫の誕生日も迫っている。私はその日を心待ちにしていた。夫の誕生日にはお互い有給を使い、家でゆっくりお祝いをしようと前から約束していたのだ。当日の料理は何にしようか、飾り付けはどうしようか、そうだ、おしゃれなディナーキャンドルを灯してみたらどうだろう。少しやりすぎかな。でも久しぶりの夫婦水入らずの時間なんだからこれくらい。あ、カズヤはワイン好きだからちょっと高価なワインを用意して、とこんな感じで私は夫の誕生日をウキウキしながら楽しみにしていたのだった。ところが、ごめん、実はお祝いの日をずらしてほしいんだ。また仕事が入っちゃって。え、嘘でしょ、結構前から有給申請してたじゃない。そうなんだけど、実は後輩が大きなミスしちゃってさ、そのフォローに回らないといけなくて。誕生日の1週間前になって
とても残念な知らせが届いてしまった。私はもちろん不服だったが、そうは言っても仕方がない。後輩君だって何もミスをしたくてしたわけじゃないだろう。それに夫が仕事で頼りにされているなんて誇らしいことじゃないか。私は自分にそう言い聞かせ、泣く泣く引き下がるのだった。残念だけど、そういう理由ならしょうがないわね。別日にしましょうか。分かってくれてありがとう。助かるよ、陽子。じゃあまた後でね。お仕事頑張って。私はそう言っていい奥さんのままで電話を切る。ついでモヤモヤした気持ちを変えるため、雑貨屋の仕事に取り掛かるのだった。店内の掃除をし、ディスプレイを整え、在庫をチェックすると、そんな時、あら、いらっしゃい、ナオミちゃん。こんにちは、ヨコさん。そう言って若くて可愛らしい女性が私に笑いかけてくる。彼女はナオミちゃんという新社会人で、この雑貨屋の常連さんだ。私と彼女は趣味や思考が似ているらしく、商品のことで話しているうちにとても仲良しになっていた。いつもありがとうね。今日は何を？そのちょっと人にあげるプレゼントを。彼女はそう言うと、いろいろなものを手に取りながら、うんうんとうなり始めた。折りたたみ傘、小銭入れ、メガネハンガー。すごく真剣に悩んでるわね。もしかして彼氏さんに？あ、慣れちゃいました。実は彼氏の誕生日が近くて。言いながら彼女が頬をあからめる。聞けば彼女は彼氏と誕生日が近いらしく、近々高級レストランでお祝いし合う予定なのだとか。しかもそのお相手は年上の社会人だという。彼氏のためにプレゼントをあれでもないこれでもないと選ぶ姿はとても微笑ましかった。私と夫にもそういう時代があったなと私がニヤニヤしていると、彼女がハッとして言った。私こういうのって疎いんです。だから彼に渡すプレゼントを一緒に選んでほしくて。ええ、もちろんいいわよ。私は笑顔で彼女に答えた。そうね、相手が社会人なら名刺入れとかキーケースなんかが定番かな。こういった普段使いの品は消耗しやすいからプレゼントによく選ばれるのだ。あとはその人の趣味や思考に合ったものなんかも定番だろう。私は彼女に尋ねた。そうだ、彼氏さんの趣味とかは？例えば釣り好きとか読書好きとか。そうですね、あ、確かお酒が好きだって言ってました。それならちょっといいブランドのグラスなんか。そこまで言って私は思わず口ごもってしまう。自分の境遇と彼女の境遇をふと比べてしまったのだ。私はハッとして営業スマイルを浮かべたが、彼女は私の異変を見逃さなかった。あの、どうかされたんですか？いや、その、私は言うべきかどうか迷ったが、彼女に打ち明けることにした。それは同情してほしかったからじゃなく、情けない自分への戒めのためである。すみません、私そんな事情があるなんて知らなくて。途端、彼女は私に気を使って謝ってきた。彼女に非など全くないのにもかかわらず。なんて優しいのだろう。謝るのは私の方よ。気を使わせちゃってごめんね。さあ、プレゼントを選びましょう。私はそう言いながら自分の性根を恥じていた。ナオミちゃんには私の分まで楽しんでほしい。雑貨屋で働く者として、一人の友人として、彼女に最高の贈り物を考えてあげよう。私は自分の職務を全うするのだ。私は気合を入れ直し、ついで彼女に尋ねる。彼氏さんってどんな人なの？雰囲気とか。あ、写真でもあれば参考になるんだけど。写真ですか？この人なんですけど。そう言って彼女が私にスマホの画面を見せてくる。瞬間、私は自分の目を疑った。スマホに映るナオミちゃんの彼氏がなんと私の夫カズヤだったのだ。私は混乱した頭でなんとかこの状況を整理しようとした。他人の空に？世の中には似た人が3人いるとも言うし、いや、
でもさすがにこれは似すぎだろう。私は確認のため彼女に聞いた。彼氏さんの誕生日ってもしかして今月の17日だったりする？え、すごい！なんでわかったんですか？彼女は目をパチクリさせる。一方、私は夫の浮気を確信して絶望していた。しかしついで激しい怒りがふつふつと込み上げてくる。私の口からは無意識のうちに皮肉めいたセリフが飛び出していた。プレゼントの件だけど、なんなら今日の夜にでもその人に直接聞いてあげる。え？当然彼女はその発言の意味が分からずキョトンとする。私はそんな彼女に彼氏の正体を教えてあげた。え？カズヤさんがそんな、嘘ですよね、冗談ですよね。途端彼女が慌てふためき始める。彼女は私の言っていることをなかなか信じられないようだ。私だってまさかお店の常連さんが夫の浮気相手とはにわかには信じがたかった。とはいえ事実は小説よりきなりという言葉もある。私はうろたえる彼女にスマホに入れてあった結婚式の時の写真を見せてあげた。すると彼女はようやくその事実を受け入れ始める。そしてハッとして私に頭を下げた。すみません、私和也さんからは独身って聞いてて結婚してるなんて。なるほど、どうやら彼女も夫に騙されていた被害者のようだ。彼女はきっと今私以上に混乱しているのだろう。彼女の目にはうっすらと涙がにじんでおり、その老害ぶりは到底演技とは思えない。大丈夫よ、信じてるから。それより今日はこの後時間あるかしら。私はそう言って彼女にハンカチを渡し落ち着かせるのだった。そしてその日の夕方、私たちは近くのカフェで落ち合った。お互いの話を照らし合わせることにしたのだ。話によれば彼女が和也と出会ったのは1年ほど前だという。彼女が取引先に向かう途中で道に迷っていたところ、和也に助けてもらったそうだ。和也は彼女に今節丁寧に道を教えてあげたとのこと。新社会人になりたての彼女はそれでコロッと恋に落ちてしまったらしい。その後二人は連絡先を交換し、今まで人知れずデートを重ねていたのだとか。高級レストランでのお食事もその一つというわけだ。なんて最低のゲス野郎だろう。和也が昇進したのは紛れもない事実だ。しかしその忙しさの原因は浮気行為にあったのだ。夫婦のディナーが別日になったのも後輩のミスのフォローなどではない。そう、彼女との食事を優先させたからだった。その日はバッチリ彼女との予定が入っていたのである。話してくれてありがとう、ナオミちゃん。いえ、私も真実が知りたかったので。彼女はもう動揺してはいなかった。今は私と同じようにその目に怒りの炎を宿している。それで今後のことで相談なんだけど、ちょっと協力してくれるかしら。ええ、もちろんです。そう言って私たちは笑い合うのだった。そして和也の誕生日、私はとある高級レストランに席は二人分、相手は後で来る予定である。またそれほど遠くない別の席に和也と直美ちゃんが座っていた。和也さん、今日は素敵なディナーを予約してくれてありがとうございます。いいんだよ、二人の大切な日なんだからこれくらいしないとね。そう言って和也が気ざったらしく微笑むと、直美ちゃんもまた微笑み、お返しに和也にプレゼントを渡そうとした。それでこれは私からのプレゼントなんですけど。え、本当にありがとう、楽しみだな。和也はこれから何が起こるかも知らず能天気に笑っていた。そんな和也に彼女は言う。確か奥さんと一緒にいられる時間が欲しいんでしたよね。え？彼女の言葉に和也はポカンと間抜けな顔を浮かべたが、彼はすぐにその意味を理解したらしく焦って目を泳がせる。
いやだな、ナオミちゃん。僕は独身だって。ヨーコさん、出番ですよ。白を切ろうとするカズヤを無視し、彼女が手を挙げて私に合図を送る。それを受けて私は彼女たちのテーブル席へと移動した。有能な店員さんがそんな私に椅子を出してくれる。私は店員にお礼を言い椅子に座った。ヨーコ、ナオミちゃん、なんで二人が。カズヤは私の登場にとても焦っていた。私はそんな夫にあざけるように言う。なんで驚いてるの？私と一緒にいられる時間が欲しいって言ったのはあなたでしょ。そう、これはカズヤが望んだことなのだ。浮気が発覚したあの日、私はナオミちゃんにこう言った。プレゼントの件だけど、なんなら今日の夜にでもその人に直接聞いてあげる。私は夫への制裁計画を立てるにあたってまずはそれを実行したのだ。要塞を演じながら例のごとく夜遅くに帰ってきた夫を出迎え、お帰りなさい、今日も仕事お疲れ様。なんだよ、まだ起きてたのか。寝ててよかったのに。あなたに聞きたいことがあって。ほら、誕生日が近いから欲しいものは何かないかなって。欲しいものか。そうだな、ヨーコと一緒にいられる時間かな。やだ、もう。カズヤは歯の浮くようなおためごかしを言って笑っていた。彼の本音と正体を知っている私からしたらまさに奮発者のザレ言だ。それから私とナオミちゃんはカズヤに一番ダメージを与える計画を考えたので、そしてその結果がこの状況だった。カズヤは私たちの狙い通りだいぶショックを受けているようだ。彼は冷や汗を流しながら無様にうろたえている。そんな彼に私たちは浮気発覚までの奇跡的な流れを教えてあげた。途端カズヤの顔がどんどん真っ青になっていく。あなた、私たちに言うことあるわよね。分かってると思いますけど、もう逃げられませんからね。すみませんでした。私たちに詰められてカズヤはもう観念するしかなかった。彼はひどく怯えた顔でただひたすら謝り続けている。しかし私たちは容赦しなかった。私との約束を保護してまで彼女とデートなんて恥ずかしくないの？私のことは遊びだったんですか？結婚も考えてるって言ってましたよね。いや、そのつい魔が差したと言いますか。カズヤはゴニョゴニョと口ごもる。私はそんな夫に強い口調で引導を渡した。当然だけど離婚するから、慰謝料もたんまり払ってもらうから覚悟しといてね。そう言って私はカズヤへと離婚届の用紙を叩きつける。するとナオミちゃんもそれに続いた。私も提訴権の侵害であなたのこと訴えますから。そんなちょっと待ってくれ。二人とも謝るから考え直してくれ。カズヤは泣きながら私たちにすがりついたが、浮気男の言葉を信用できるはずもない。いや、私たちはそもそも彼を許すつもりなどなかった。もうあんたと話すことなんてないから、さようなら。ええ、全く同感です。私たちはそう言ってこの場を締めくくるのだった。本当はまだまだなじってやりたかったが、これ以上はお店に迷惑がかかるだろう。私たちはできるだけ声を抑えていたつもりだが、何が起こっているのかは一目瞭然だった。見れば周りの席の人たちがひそひそと話しながらカズヤに冷たい視線を向けている。そんな中私はナオミちゃんに言った。さ、私たちは素敵なディナーを楽しみましょうか。はい、ヨーコさん。私は彼女を連れて自分のテーブル席へと戻っていった。そして彼女の誕生日を改めてお祝いする。私たちは店員を呼んでワインを開けてもらい、笑顔で乾杯、いや祝杯をあげた。ナオミちゃん、ちょっと早いけどお誕生日おめでとう。ありがとうございます。このワインすごく美味しいですね。彼女がそう言って微笑む。このワインはカズヤの誕生日用に買ったものだ。
最初は捨てようかと思ったが、せっかくだから彼女のお祝いに開けることにしたのである。お店に確認したところ、ワインの持ち込みは問題ないとのことだった。予約したコース料理もこのワインに合わせたものをお店に選んでもらっている。こうして私たちは美味しいワインと料理で優雅な時間を楽しむのだった。一方、和也は一人ポツンとテーブル席に座っていた。彼は料理を食べる気力もなく、ただ愕然としてうなだれている。周囲からはクスクスと彼を嘲笑する声がささやかれていた。彼はそんな周囲の白い目から逃れるように、やがてとぼとぼと退店していくのだった。その後、私は和也と離婚して数百万の慰謝料をぶん取った。彼はしばらく離婚届へのサインを拒否していたが、私が和也の会社に突撃したことにより、彼は泣く泣くその場でサインするしかなく、結局彼はその不貞が会社にもバレて居場所がなくなり、自主退職することになったそうだ。彼は無職となり、今は魂が抜けたような状態でその日暮らしを続けているらしい。一方、私たちはあの一件からさらに仲を深めていった。副店長、在庫のチェック終わりました。ありがとう。それじゃあ休憩してお茶でも飲みましょうか。私は雑貨屋の副店長に昇進し、直美ちゃんはお店のアルバイトとして働いている。私たちは一般的な店員とお客さんを超えた関係になっていた。ああ、私もこれでバツイチか。バツイチでも何でもいいじゃないですか。人生まだまだこれからですよ。それもそうね。そうだ、お互い慰謝料が入ったことだし、今度一緒に旅行でも行かない？いいですね。私ちょっと行ってみたいところが。そう言って彼女は屈託のない笑顔を私に見せた。正直今回の件でショックじゃないと言えば嘘になる。でもとりあえずは新たな友人と一緒に今この時を楽しもうと思う。彼女が言うように、私の、いや私たちの人生はまだまだこれからなのだから。